おはようございます、おぎそです。始めます。おはようございます、おぎそです。今日は、ライブ配信をしようと思います。ちょっとこうなんかこう、皆さんのあのですね、初心者向けのものがすごくこうえらいなんかちょっとちっちゃくバズっててですね、まあ、せっかくやったらば、ちょっとそういう感じのことをもう一回ライブ配信でやろうかなと思います。もうしつこくやっていくのが一番かなというふうに思いますので、やっていこうかなと思います。で、よくこれ質問されるんですけど、これ何ですかって。これ単にアクリルの棒です。アクリルの棒をノコギリでギコギコ切って、でワンチン代わりにしているというだけで、ちょっとこう両サイドにこう木があるんですけども、ちょっと高さをつけてワンチン代わりにしているというだけで、別に普通の木とかでもいいです。影とかがですね、ちょっと木やったら強く落ちるからですね。でこんなん別に作っても作らんでもいいと思うんですけども、パレットですね。でパレットはこういうこう、あ、 YK さん、ゆきちゃん、おはようございます。こういうこう、なんか鉄のこうプラスチックのとか要はあるんですけど、可能ならこっちの方買った方がいいと思いますよ。プラスチックのはもうもうこれは一生ものぐらいの気分でいけますので、一生ものやと思います。でもう絵の具なんか僕はもう大量に出しておきます。でなんとなくこう並びをですね、青からやったらちょっとその近い緑とか、緑からちょっと黄色、イエローか茶色、黒とか、まあ、黄色系からちょっとオレンジ色になって赤になってとかっていう風に並びでこう入れておくといいと思います。だいたいこうセットとかで12色セットとかで、これもう口がいっぱい、あけみんさんもおはようございます、あ、黒沢さんもおはようございます。なんていうの、まあ、12色セットとか24色セットとかあるんですけど、36色セットとか多い方がいいです。あ、渡辺さんもおはようございます、まさやさんもおはようございます。ちょっと待ってね、これをどうするんだっけ、これをおー、ポップアップこうかこうできる、なんていうの、何の話だっけ34色でとか24セットとかにされた方が、でこれここの口が多い方がいいと思います。ここに H って書いてあるの、これホルベインさんの商品なんですけど、なるべく多い方がいいです。もうとにかくパレットは、でこれで足らんかったらもう一個を買われたりすればいいと思うんですけど、もうどんどん多分増えていくと思いますので、数が多いやつを選ばれることをお勧めします。で僕はこう紙はいつもこういうこう、イラストレーションボードというものにキャンソン紙が貼り付けたものを使用することが、こういうライブ配信などは多いです。では厚紙なのでたわんだりしない。おはようございます、伊藤脇さんも、夏伊藤さんも、あ、夏伊藤さんも昨日メールありがとうございました。伊藤千恵さんもおはようございます、今日来そうな気配ありますよ。 J 渡辺さんも、ゆきえさんもおはようございます、ひろこさんもおはようございます、けいこさんも、ささはさんもおはようございます。で、まあ、紙に関してはこういうこう、まあこれやったらある種と呼ばれるようなものやったりするんですけども、ビヨンと、わ、すごい黒巻きやから緑が透けてるこういうの使って今は使ってます。これは極細やった、細めやったかな、普通よりちょっと細め、でもある種って結構すごい高いです。これ確か9000円ぐらいしました。でなんかインチ計算で書いてあるんですけども、 31×41cm、 だいたい6号ぐらいのサイズですけども、こういう僕はブロック式と呼ばれるようなもの一枚一枚こう剥ぎ取っていきます。すみません、四国シリーズはまだ加湿してないので、今日か明日には加湿しようかなと思ってます。加湿してまた、あそこにね、ホームページの方に載せておきますので、概要欄の方に、作品の云々かんぬんとか書いてありますので、よかったら見てください。でなんかこうね、輪っかのついたくるくるっていうスケッチブックよりは、私はあのブロック式の方が、まあ、ある程度こうある程度四隅貼ってある状態なので、ベコベコしないというか感じがありますので、そちらの方がいいんちゃうかなと。初心者の方でもそういうの買われた方が、でもある種はちょっと高いので、まあ、ホルベインさんの出してるワトソンとか、もう中目あたりがいいと思います。あんまりね、こう黒巻き効果なんですよこれだから今ここのこれが多分透けとるでしょ。これがね、これが写真がこうおじさんのとこになんか透けてきたりするでし
で、まあ、ワトソンとか、まあ、ラングトンとか、なんかそういうのいろいろありますけども、まあ、ワトソンあたりが妥当なんかなっていう感じしますけどね、そんなに高くないと思います。4号ぐらいでいいんじゃないですか。前田さん、小学生の頃、夏休みは毎日のように泳ぎに行ったか、あ、ここですか。ちびがうるさいです。稲葉淳子さんもおはようございます。と、という感じで、僕はまあこれは作画動画の時はいつもこれをしております。で、書き出しの段階っていうのは、まあ、透明水彩の場合っていうのは、まあ、少し薄めでいいかなと思います。で、鉛筆もいろいろ種類があってようわからんっていう感じですけども、まあ、F ぐらいかなと、透明水彩ってちょっと薄めにね。で、まあ、平面から平面やったらば、そんなにこう、形が大きく狂うこともないかなと思います。まあ、実際にこう、スケッチとかね、スケッチとかに行かれたらわかります。これがめちゃくちゃ難しいこと、気づかれます。ね。で、僕なんかもライブ配信でスケッチなど、やってますけども、あれの難しさを、皆さんは、どこまで感じ取れているかどうか。まあね、その天候条件もそうなんですけども、形を取るとかも、案外あんなスパスパスパッと取れているっていうのに、皆さん驚かれます。実際に自分でやられるとよくわかります。で、ちょっとこう、鉛筆の持ち方としては、立てて普通はこうやって書きますけども、書き出しの段階は鉛筆の腹とか使って、書かれることがいいかなと思います。なんでかというと、もう、鉛筆を立てて書くと、紙のボコボコの中に、入っていってしまうので、ボコボコに入らないようにちょっと筆圧を柔らかくしながら優しくで大体この辺かなとかこう当たりというんですけどこういう風にこうつけられてもいいと思います。薄くね見えてるかな、微妙やね。まあちょっとこう書いてるのが見えてるかどうか。子供の頃泳ぎに行った川だそうですね。こんな綺麗なね四国も楽しかったです。またぜひゆっくり来てくださいと言われたりしますけどね、なかなかこう行き方がこう九州からだと難しいとこありますよね。まあなんか大分に渡って行くのか、松山空港とかは、福岡から飛行機が出てたりするんですか。で鉛筆でこう形を描いていって、まずは大きく当たりとして、どの辺どう来るかなとかっていうのを当たりというんですけども描いていきます。薄くね、よいしょ。で、今日はちょっと本当に、あんなにこう、クリスマスローズを描いた動画が1万回も超えたんですけど、まあ、全然想像してなかったですよ。作るのものすごい簡単やったから、変な話ね、ものすごい簡単やったから、これは何や、これが映ってんのか。クリスマスローズの動画が、あ、この輪っかはこれか。カメラがもう一個あるんですけどね、そのカメラの台が映ってんやね。あれが、あ、そうか、やっぱ皆さんそういうあれなんやなと思ってね、本当にまたしつこくこう初心者向けの作ったりとかしていかんといかんなというふうに思ってます。赤坂さんもおはようございますと。ねえ、としさんもおはようございます。皆さんね、お元気ですか。もうなんか四国の疲れがどっと出ました。としやねえと。としやねえ。あ、としさんすみません。その年じゃないですよ。としさんすみません。ねえ、本当にびっくりしました。あそこの、四国の関門橋を越える下関の壇ノ浦ってとこで、ちょっと休もうかな思ったら、なんかこう少し休んだらもうそこから運転するのがしんどなって、1時間ぐらいぼーっとしてましたもんね、そこでね。それぐらい、なんかこう、驚きました。で、透明水彩もいろんな会社があって、海外の会社とかいろいろあると思います。本当に日本人の方はもう本当に、まあ、草壁さんとかホルベインさんとか、でいいかなと思います。で、水彩絵の具という中にもいろいろあるんですね。ポスターカラーみたいなのとか、アクリル絵の具とか、アクリルガッシュとかもいっぱいありすぎて、ようわからんわとか、ね、100円ショップのでいいわっていう感じかもしれませんけど、まずなんか透明水彩と呼ばれるようなものををやられる方は透明水彩を買われた方がいいかなと思います。なんていうの、ポスターカラーとか、100円ショップの安いのでとかって、安いのに慣れてしまったりすると、本当にこう、いいものが
あのできないというか、紙なんかも画用紙でいいわ、100円のでいいわとかって言うてたら、あのやっぱ成功体験っていうことがね、成功したりとかっていうことを積んでいった方が多分成長は早いし、ので、そしたらちょっとはね、お金かけるとこはかけた方がいいと思いますので、紙なんかも水彩紙と呼ばれるものを使われることをお勧めしますね。何でも安く済まそうとかね、筆なんかやったらもしかしてそういう100円ショップとかのものでもある程度使えたりする、僕なんかもたまにやってますもんね。あんたやっとるやんけって感じかもしれませんけども、成功体験というのがあの自信につながったりしますので、本当にね、これだけこう成功が世の中に渦巻いている世の中というのはなんかゾッとしますよね。どうなんですか、インスタグラムとかね、めっちゃ楽しい、僕はほぼ見ないんですけど、めっちゃハッピーハッピーですみたいな感じとかね、ああいうのを、こんな美味しいもん食べてますとかね、そんな、まあ、庶民はね、あ、ハウステンボス行ってきました。すごく、はい、庶民のちょっとした贅沢をさせていただきました。案の定お兄ちゃんが帰りたくないとダダをこねてるというオチでございます。またホテルに泊まると、二度と、ね、2年後3年後ですよということを伝えたけど、分かってもらえる年ではありませんでした。すいません、トシさんのことではないですよ。鳥松田さん、あ、おはようございます。鳥松田さんも初めてかな。保山さんもおはようございます。このチャットを見ることはできても、こう視聴している人数みたいなのが見れるかどうかというと分からへんよな。72人、あ、結構見てますね。あ、でっかい声出しておりますよ。ねえ、ねえ。よかったって言ってます。ひとあきさんもおはようございます。ひろこさんも、あ、みなさん呼んだからこれな。よいしょ。もし何か質問あればしてください。質問あればしてください。で、このあたりに透明感のある鉛筆でこう。の形ね、いちいちゴシゴシ消さんでいいですよ。形狂ってるのは持っても後で消しますので、その辺はこう、うっすらこう書いておいて、で、ある程度書いてから消すようにしてください。もう本当にこう、一個一個消してたら、大変なので、で、練り消しを少し柔らかくして、にょにーとね、にょりーとしながら、練り消しを少し柔らかくして、消していってください。練り消しも用意されてください。もうこれも100円ぐらいで売ってます。いろんな種類ありますけども、一番普通のやつでいいと思います。僕わからないんで。浪人時代とかものすごくこういうのこだわってましたけどね、全然もうこだわらなくなってきましたもんね。で、どこが白いかなとか、どこがあれかなぐらいのことは少し頭に入れておいて、で、マスキング液みたいなものもあるんですけども、今回はやめておきましょうね。マスキング液とかを使うのはやめておきましょう。鉛筆でこういう風に書いていって、で、まあ、パレットをこう、絵の具、こう、色順に並べていったら、使い出す、まあ、ちょっと前とかに、こう、霧吹きとかで、ジュ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 。結構僕は濃厚にギュ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 。水をしっかりつけておきます。じゃ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 。固まっても使えるのが透明水彩です。ね、いっぱいありすぎてわかりませんよね。会社によってもこう、名前を若干変えてたりすることがあるので、ね、だから皆さんカオス状態に入るかもしれませんが、大きく対分すると透明水彩と呼ばれるものはアラビアゴムって呼ばれるもの と、顔料を混ぜ合わせたもの、アクリルっていうのはアクリリックポリマーエマルジョンっていうのと顔料を混ぜ合わせたもの。水をしっかりつけておきました。で、油絵っていうのは乾性油と呼ばれるものと混ぜ合わせたものということなんですね。何かと何かを合わせて絵の具という存在になっていくわけでございます。よいしょ。まあ、水とどういう風に書いていこうかなるべく初心者向けにね、やっていきましょうね。ちびちゃんおはようございます。初めてちゃう、ちびちゃんっていうのもね、嬉しいですね。初めての方も遠慮なくね、前田裕二さんなんかこう泳いだという。で、筆なんかは、なんか僕こう、なんか売ってたんですよ。アマゾンさんで700円ぐらいで、なんかこういう入れ物がどうしても欲しくて、これ1700円かなんかで買ったんですけど、この辺にあるやつが、もともとついていた筆で、どうしてもこの筆入れ的なのが欲しくて、これを買いました。で、それに違う筆とかも入れてますけど、こういったこう、ちょっと含みが
大きい筆なんかは結構使えたりしますんで、こういうのもよく使われてください。まあ、だからこういう、これは筆なんかはこうインターネットとかで買ったりとかもしますし、でこれなんかずーっとこう使い続けた700円ぐらいの筆やったり、しますけど、丸筆とか、含みのいいこういう筆とか、なんていうのかな、ようわからんけど、平筆。まあ、これなんか実は油絵でも使えるな思って油絵でも使ってます。これなんかをね、どうやって使うかわからないです。まだ使ってません。使ってみたいなと。あとは平筆も僕はよく使います。こういうこうなんか小学校とかで番号の、とか、これは100円ショップのハケやったりします。まあ、こういったものも使います。ちょっと今日はこのまあ一番、まあ、ちょっと高かったりしますけど、これ名村さんのラフィーニという筆を使いながら進めていこうと思います。すみません、ちょっと前置き、えらい長なって。また初心者向けに思い出したこととかがあればどんどん言っていこうと思います。質問があれば遠慮なくしてください。よいしょ。さあ、どうやって描いていこうかって悩みながら、まあ、白いところは塗り残していく、こういうところは塗り残していく、で、白いところ塗り残していくね。で、このやっぱ緑を先に描くか、下にこの茶色っぽいのを描くか今悩んでます。まあその辺をこうもう同時に描いていこうかななんて思ったり、この水の当たっている石のこういうこう茶色っぽいとこと、こういうところの仁淀ブルーを同時にちょっと一回ベースを作っていく方向にしていこうかなと今思いました。で、まあ、使う色みたいなのを少し、どの辺かなと。仁淀ブルーはどんな色？こんな色？このぐらいかな。まあ、このあたりにちょっと多めに出しておいてあげて、よいしょ。で、石のところの、ね、多めにちょっと出しておいてあげて、まあ、水入れはなんかある程度水たっぷり入れとくようにしてください。この小学生が使うやつ、これを使ってます。で、ちょっと紫っぽいのも、例えばこうこれぐらいかなというのと、もうちょっとこう茶色っぽい感じかな、あの石のところですね。まあ今こういう風に、例えば石のところはこの色、この境目ぐらいはちょっと紫っぽいかなとか、仁淀ブルーはこれぐらいかなと、あとはなんかこうちょっと黄色みがかったような色もあるかもしれませんけども、少しこういう風に出しておきましょう。よいしょ。さあ行きましょう。ね、まあ、どんな感じになるかは読めませんけども、で水をちょっとね多めに、犬地さんもおはようございますと、ハーモニーさんからおはようございます。結構こう水をですね、ある程度こう、まあ、たっぷり置いてみたり、水だけに近い、完全に水だけは難しいんですけど、水だけに近い状態にしてみたり、まあ、筆がもう完全に汚れてるからですね、水だけに近い状態にしてみたり、このところはこう滝があって、じゃ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 と流れているので、そういうところは滝、じゃ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 と書いたりとか、してみて、もうちょっと赤みがかってるかなと思ったら、少し赤みがかった感じを少しこう差し込んでみたりとか、以上。もう本当になんかね、どこが皆さん、ね、面白いっていうか興味あるとかって、なかなか難しいですよね。本当ね。だからその辺がもう本当に、なんかリセットして自分の中で考え直している最中ですね。この間も小学生に教えてて、難しいな思いましたもんね。よいしょ。ピピ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 ピ。ちょっと上の方で映ってないかもしれませんけど、よいしょ。で、こう茶系から少し、黄色みがかっているような、まあ、イエローカーあたりを少しまた出して、少しこう移っていっているようなところから、でこの辺ジャ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 で、本当に仁淀ブルーのこのブルーですね、どの辺かな、その辺に。よいしょ。で、こういうところ、こう、グラデーションとかがうまく描かれ、なんて思いながら、描いていってみたりとか、ちょっと濃厚な、ブルーなんていうのは、ちょっと差し込んでみたり、ドゥーッと、
ちょちょちょ、行くな行くなと祈ってください。行くな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 、よいしょ。何をしてるかちょっと難しいですよね。 わけわからんですよね。こんな今感じですよ。よいしょ。仁淀ブルー、ほんとこういうところでね遊んでたとか、そういうこう原風景とか原体験っていうのは、あのアーティストとか芸術家にとっては僕結構大きいんちゃうかという説を唱えていて、そんなことを予備校の先生した時は、東京の人はじゃあもう何も私たちないんですかみたいなこと言われたこともありますけどね。ピピピピピピピ。でまた仁淀ブルー、これだからね、あんまりこう混ぜ合わせ、他の色と混ざり合わないようにしながらみたいな。絵の具って、透明水彩は乾くと若干明るくなりますので、結構初めはもう勇気出して思い切って濃く行ってみても僕はいいかなと。特に初めの方とかは、あ、なんかね勇気ないわっていう方もいるかもしれません。こういうのを差し込んでみたりとかしてね、してください。よいしょよいしょ。ビビ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 恐竜がひどかったんですけど、まあ、今もひどいですけど、弟がますます恐竜化がひどく、すっごい怒る表情をするようになりました。めっちゃなんかプンみたいな顔をします。口を膨らましてですね、プンみたいな顔をするようになりました。あとおめでとうございます、あの展覧会22日からか、もうちょっとかね、なんかあれ、非公認グループ鋳物会というのがありまして、何やったっけ、私が芋焼酎が好きやから芋の会という、なんかよくわからん名前にされてますけども、非公認グループですよ。僕は公認したかな、記憶はあんまないですよ。あそこの何ですか、千葉の船橋の何だっけ、船市みたいなもんですよね。非公認グループ芋の会というのがございまして、なんか、福井県はね、福井県も行ってみたいなと思うんですけどね、すいませんね。そこの方でグループ展を開催される運びになったということで、それは、鬼公評会の方でちょいちょい宣伝させてもらっていますので、よかったらそちらをご覧ください。トム19573、おはようございます。奇声聞こえましたね、うるさいしょ、もう本当奇声ですからね皆さんね。なんかね、本当に表面しか見てないです。もう本当うるさいですからね。もう後でお兄ちゃんをね来るかもしれませんしねここの大きく見えてる岩みたいなのをどう描くかっていうのは難しいですよね。とりあえず描きながら、ビュー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 、でももっと綺麗ですよと、本当はもっと仁淀ブルーはもっとって言われましたけどね、さすがに最高な状態ではなかったみたいですよ。でそれでも僕はめちゃくちゃ綺麗だったですけどね。ニコブチとかね行きましたけど、非常に綺麗でした。でも先生もっとあれ綺麗なんですって言われて、あ、そうっすかって感じですけどね、うん、水の描き方ね、もう何描いてるか今わからないでしょ。もうそれでいいんですよ。ちょっとこう白いとこを塗り残しつつですね。でこうよくこう言ってますけどね、絵の具をこの乾かないうちに遊べるときは遊んであげてみてくださいねっていうことはよく言ってます。よく言ってますね。まあ本当にこの現場でちゃんと描いているということをですね、皆さんにお見せしてね、久しぶりに伊藤千恵さんのもありがとうございました。ほんの少しだけ加筆したんですけど、まあ私の好みなんであれだけこうね描ける方やから、なかなかねこうね面白いですね。ゆきちゃんのお子さんが伊藤千恵さんの絵がないんですかって言うたみたいですね。だからそれで出してきてくださりました。そしてこのまた仁淀ブルー缶、このブルーまたをにビビビビビ乾かないうちにですね、少しこう置いておいてもいいですよ。
まあ、この辺ね、本当にこう水の使い方みたいなのは参考になるんじゃないですか。ね、仁淀ブルー、まあ、四万十川もすごい綺麗でしたよ。なんか四万十川の上流の方まで行きましたけどね、面白かったですね。また、いつか四国に行きたいなと思います。いつかですけどね、いつになるやら。あの四国の本当にありがとうございました。四国の方々、あの、松山とですね、楽しかったです。松山も、高知も本当楽しかったです。ありがとうございました。本当勉強熱心ですよね。なんかもう勉強熱心で、その場で鬼高評価が始まるというね。iPad 持って行ってたからですね。まあなんかこう、そういうのをメンバーシップになってくださった方はいいですよって多分書いてたと思うんですけど、直接高評価しますよっていうことですね。メンバーシップの特典の中に、もしお会いできたらしますよっていうね。メンバーシップでない方がよくこう絵持ってくるんですけどね。メンバーシップの方は意外と個展とかしても絵は持ってこないんですけど、それは全然いいですよと。まあ、個展よりはどっちかというとそういうライブ配信とかで山下清志ツアーの時の方がありがたいかなと。個展会場はね、他のお客さんもいたりするからですね。よいしょ。ドリドリマーマさんもおはようございますと。ね。まあ、こんな感じでこう土台をこう何つく書いてるかわからんでしょう。まあ、そのわからん感じも面白いかなと思います。よいしょ。ねえ、こうね、面白いですよね。もう20年以上書いてますけど、透明水彩をこうまあまあ真面目にこう勉強をしだしているというか、今やってみたらまあ面白いね。やっぱね、透明水彩もアクリルもまたやりだしているというね。まあ、受験の時は透明水彩じゃなくてアクリル絵の具で描いたという話を何度かしているんですけども、よいしょ。まあ、そんなにこうやっぱりやってこなかったんですけどね、え、もう年取ってくると何でもこう楽しくなってくるし、何でもですね、勉強になるなと。で、乾かす、初心者の人、乾かすときとかは、ちょっとこう、寝かせて乾かすというのもあるし、ちょっとこう、斜めにとかしたら、色が上の方にこう、向かってったりとかもするしね。なんかそういう乾かし方一つもちょっと工夫してあげたりとかすると、絵の具の表情が豊かになってきますのでね。で、絵の具もこう、ちょっと乾いてきたなっていうところで、また絵の具を置いてあげるとかっていうこともできますし、なんかすごくこう、皆さんの見てると色をこう作って置いていくというような感じが多いんですけども、せやなくてこの中で水とともにですね、遊んであげる、難しいね、言葉の表現がね、難しいですね。よし、薄く塗るとこもあったり、水を多めにするとこもあったり、にじましたりぼかしたり、よいしょ。ウッド双葉さんとか、あずみさんとか、もうめちゃくちゃ、海外の人、あとは、スウェーデンのひなさんとかね、めちゃくちゃ今回の鬼好評の良かったなと。いやー、なんか嬉しいですね。なんかそんなことができるとは、と。まあね、海外の人にこういう形で、ひなさん、スウェーデンの方なんですけど、油絵初めて描きましたと。すいません、それ多分、今日実は1本上げているんですけど、今週すごく多かったので、みちみちさん携帯新しくしたら設定がおかしくなってしまいました。なんかすごく多かったので今日から上げてますけど、土曜日、明日日曜日、で、多分土曜日ぐらいまでかな、 8回分ありますので、今回はちょっと多かったです。非常に多かったです。ありがとうございました。先ほど撮り終えました。ようやく。もうね、もう今唯一のなんか社会と接点があることは鬼高評価じゃないかと自分で思ってるんですけどね。そんな気持ちでいます。ちょっとこっちの青に絡ませたくないところは絡ませないように書きながらですね。よいしょ。濃く描いて、それでまた水で描いてあげたりとか、ちょっとこちらのブルーの方に絡んでくるようなところもあっていいなとかいう感じで描いていってます。よいしょ。
パパがいるから大丈夫ってなんか言ってますね。なんのこっちゃ。なんのこっちゃ。よいしょ。今日大丈夫ですか？音楽とかも大丈夫？音も大丈夫ですか？あの透明水星ですごくうまい韓国の方って、あの人かなという動画を見てますが、あ、顔とかね、だからもう神を知りたいですよね、あの人の神。あれやっぱ神が、あのなんかこう日本の神やない、なんかこうね、何の神か知らんけど、あの人は上手やな、顔の描き方がえらい上手な人がいます。まあいつかあそこまで行けたらとは思うけど、でもそうなるとね、油絵とかのお仕事がおろそかになってしまうから、この辺が難しいですよね。なんかね、韓国の人でこう水彩がすごい上手な人とか、多分なんか本当にこう、なんかこうたまに韓国のこう留学生とか見てたんですけど、あの上手というか、ゴロッと描くのがやっぱ、まあ、ちょっと、ま、間違えた場所、すごいゴロッと描くのが、なんかこう石膏デッサンとかやるんですけど、ものすごくゴロッと描くのがうまいんですよ。あ、ここしまった、ちょっとずれてた、おしゃべりしすぎてようわからん場所になってた、まあ、ちょっとあのここ形が違ってすみません。にじみ方とか人の肌とかをね、2層ぐらいで描いてるような気はするんですけど、なんかねすごい上手な方いますもんね。韓国、中国はね、日本人よりなんか上手な方、特に水彩とか、あのあれとかはいますよ。油絵とかでも中国でめっちゃ、やっぱ人口が多いからめっちゃいますもんね。なんじゃこれとかっていう、現代中国なんとか展みたいなの、何年か1回アジア美術館っていうとこで2回ぐらいやったような記憶あって、それ見に行ったらもう、うわめちゃくちゃ、もう本当にそのなんていうか、日本でいう多分日展みたいなのがあると思うんですけど、それに向けて1年かけて書いてやるんちゃうかなぐらいの感じの人とか、なんか場所がちょっと違いすぎましたね。まああの形に関してすごいコンプレックスあったら、まずこう転写とかでいいですよ。あのコピーとか取って、でそれでいいんちゃうかなと、落ち込んだりね、もう書きたくないってなるよりは、まず成功体験をしていった方が多分いいと思いますので、なんか危ない情報商材みたいですね。情報商材のあの販売みたいですね。まずは僕みたいに成功しようみたいなね。難しい時代ですよね、こうね。基礎って本当にいるのかって言ったら、もう今なんかね、チャット GPT まだ僕やってないですけど、ああいうのでも本当に翻訳とかなんやとか文章を書くとか、そういうのがすごいんでしょ。ちょっとややこしいこと言うてすみません。なんかもうそうなってくると、こう本当にこれからの、まあ教育とかも含めそうなんですけど、どうなっていくんやろうなと。 AI がほとんどのことを本当にできる未来が、いやいやそんなん来えへんよとか言うてたら絶対乗り遅れる気がするんですよね。なんかね、まさかネット通販のね、ジャングルさんもこんなに当たり前になってきて、まあ、僕ら田舎にいるからウーバーイーツってほとんど見かけんですけど、田舎はもうちょいちょい走ってるし、先ほど朝パン屋さんに行ったら、好きなパン屋さんがあって、朝7時に行ったらついにそこも 5G になりました。ありがとうございます。我が家は 4G ですけどね。最近韓国の絵描きさんが増えましたね。あ、まあなんかね、前からいたとは思うんですけどね、韓国のやっぱ人とかはすごいこう教育、要は教育がものすごいこう日本よりも学歴、超学歴社会じゃないですか。僕が東京芸大いた時に博士課程でいた、一緒の部屋で過ごしたユンさんっていう女性の方やったんですけど、多分今も大学の先生されてると思いますけど、やっぱもうすっごい学歴社会ですって言ってましたよ。だから日本の東京芸大とかまで行くとやっぱ全然違うんですって言ってました。お母さんだったですね、お子さんもいて、超学歴社会からそういうこう競争とかね、やっぱがっつき方すごいですもんね。大谷にデッドボール当ててやるみたいなこと言って、今干されてる野球選手もいるみたいですけどね。超学歴社会ですからね。警察使ってね、あの受験会場に行くなんてなかなかの話ですよね。知っています、卒論なんかも作ってしまうとか、いやもうそうやと思うんですよね。だからちょっともうなんか現場そこは絶対わからないし、もうなんか今論文とかレポートなんかももう本当にそんなん作れてしまうから、本当にこう教育っていうのがね、
別にそれで横着するとかじゃなくて、うまいこと使えることは僕大事なことやと思うし、使ってっていいと思うんですけど、教える側ってなんかね、もうどうなっていくんやろうなっていうのが思いますよね。だからこそこういうこうなんか超アナログみたいなものとかの方というのは、こういうこうなんていうの、アナログって意外と逆に重宝されるんじゃないかという説をずっと唱えているということです。ちょっと乾かないうちに少し濃い石のところと水の境目みたいなのを置いていってます。いや絶対にもうレポートなんか出されてもほとんどわからんと思います僕もコピペええよって、ただ出典書いといてっていうふうにはよく言ってました。それを使ってなんかね、ちゃんと文章にしなさいっていうか、ね、自分の言葉で最後はまとめやっていうことは言ってましたけどね。でももうそんな、なんかもうそんな時代かなというふうに思いますよね。本当にここ何年間の急速な世の中の進歩というか、コロナのあれもあってかね、皆さんと出会えたのも間違いなく、こんなパソコン嫌いのおじさんが YouTube を始めるなんてね。魚谷さんもおはようございます。ミーボーさんもおはようございますね。告知、吉川さんもなんかね、大好評やったみたいな、400人500人来たとか言って書いてあったから、あ、すごいですよね。なんかなかなかそんなに人とか集まらないところ、やっぱ人望とかそういうのもあったりするんじゃないですか。 YouTube 見たっていう方も何僕はいましたよみたいなこと書いてくださってましたけどね。奥さんと2人転とかいいですね。なんかなかなかね、そんなの初めてやったんですか。今まで何回かやったことあったんですかね。まあそういうことにもぜひ遠慮なく使ってください。福井県の方で非公認グループ芋の会というのがあるそうですよ、のグループ展があるそうで、地元のテレビ局も取材に来てくださるって書いてましたね。福井放送ですかね、何系列ですかね。よいしょよいしょ。まあこういう感じで初めの方で言いましたけども、ちょっとつながって見えるところはちょっとつながって今書いておきました。まあこのニオドブルーみたいなのはある程度ね、こうなんかこううまいことの塗り残しながらもね、難しいですね。でまあ透明水彩っていうのは基本的には重なっていって、重なっていってで、色を出していくというのが基本的な考え方です。もうその基本をまた知った上で覆したりしていいわけですよ。でも基本、まあ難しいですよね。これからなんか基本なくなるんちゃうか、なんか基本なんかも本当にいらんのちゃうか説も。でも芸術美術はどっちなんやろな。まあそれぞれが目指す方向によってでしょうね。よいしょ。昨日たまたまこうテレビ東京の YouTube で孫さんって、ソフトバンクグループの孫さんの弟さんが出てる回をたまたま寝る前に見てね、またお暇な方見てみてください。面白かったですそうやなって思いました。せやろなと。初めての個展でした。あ、おめでとうございます。ヘグマさんもおはようございます。ミーボさんもおはようございますと。お、初めてのね、まあ、個展っていうと多分一人なんで、おそらく厳密には二人展やと思いますけどね。個展って本当に一人なんで、奥さんと二人展っていうのが多分厳密やとは思います。夫婦展とかね、なんかそんなんが、こういう風にちょっと土台をこう作っていきました。もうちょっとだけ土台作ったらこう、で、一層目こういう風にある程度いい感じになったなとか思ったらこう乾かします。ここでもうグダグダやらずに、ビビッドな鮮やかな下地とかっていうのを塗り残せているなと思ったら乾かします。で、ドライヤーなんかを使って乾かされたらいいかなと思います。レム太郎2さん、はじめまして。はじめましてですね。ありがとう。レム太郎2さん。おはようございます。ちょっと明るくなった。結構見てくださってる人がね、多いですね。もう質問あったらしてください。ちょっと7にしたんですけど、ちょっと良くないですね。ちょっとごめんなさい。6のがやっぱいいかな。映像の構成。
7、これぐらいがいいかな。ちょっと暗めの方が多分ええんかなと思いながら、どっちがええか分かりませんが、ちょっとこちらでいこうと思います。次回は、あそこですね、長野県ですか、白馬というのは長野県であってますかの方に行こうと思います。まあ、情報は申し訳ないです。メンバーシップのところに、方にはお伝えしてあります。すみません、もう あんまり人が多すぎてもしんどいしすみません、ギャーっていきます。で、真上から乾かしたりすると、まあ、絵の具が、あの水がひくわーって広がっていく。ちょっと角度とかつけるとそっちの方に流れていくとかありますし、まあ、自然乾燥が一番、まあ、妥当かなというふうに私は思いますけど、ちょっとこういうライブ配信の場合は申し訳ございません。いつもこのように、ドライヤーをかけております。いやー、魔のゴールデンウィークをどう過ごすか子供が家にね居続けるの大変ですよね、皆さんね。ほんとね、どういう風に過ごすか妻とも話しております。 NK さんもおはようございます。あ、ライブやっと拝見できます。絵の具さんもつくしさんもおはようございます。で、ちょっとパレットこの辺で一回掃除しましょうね。よいしょ。で、パレットもある程度こう立ったら掃除をするという癖をつけていってください。もう癖づけです、癖づけで。もう僕は本当にもう絵の具ドバーッと出しといた方がええんちゃうかという説を唱えていて、ちょん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 ってやるよりはもうドバーッと出してね、あのいちいちこう絵の具のあれから出すのもめんどくさいので、あれじゃないかなというのが私の施設でございます。それが合っているか否かは知りません。よいしょ。どの筆ぐらいがいいかな。調子がいい筆を探すのが私の、一番難しいとこなんですが、それで、まあ、ワンチンとかをこういうね、こういうの使って、絵の具が手につかないように、しながらですね、こう画面についてしまうからですね、もう最近ウルトラマンばっかりですよ。なんかめちゃくちゃ、なんであんなウルトラマン突然好きになったんか。もう米津のモノマネばっかりしてますよ。米津って呼び捨てにしてすみません。うちのチビが米津って言ってますんで、はい、後で来て歌いそうな気配ありますね。よいしょ。ちょっと拡大してお見せします。よいしょ。こちらがペッと、ちょっと明るすぎるかな、大丈夫かな、まあ、大丈夫か。いけるか。まあ暗いところとかっていうのはね、ピュー、こんな細い筆無理ですわって感じですかね。今日なるべく丁寧に、初心者の人向け、初心者の人でも描けそうな加減はといつも突っ込まれてますが難しいね。前回の花ぐ、庭での花ぐらいが多分ちょうどええやろうね。あれ難しいね、絶妙に難しいですよね。もう本当に教えるのって難しいんでしょうね、多分ね。なんか本当に再認識したこのコロナ禍でございます。少しこう黄土色系で描きつつも、またちょっと青系がこの辺でグラデーションに、この細かい仕事もそういった感じでグラデーションになっていくような気持ちで。あと四国の人ね、やっぱすごくこうおもてなしが好きなんですね。なんか特に言ってました、高知の人がめちゃくちゃ熱く語ってました。なんとか市場っていうところに連れて行ってきました。なんとか市場ってなんやねって話ですけどね、なんとか市場っていうところに行きました。面白いと思って、まあコロナねあれですけども、少しこう落ち着いているからね、こう皆さん本当にこうもうストレスが溜まっていたかのごとくはっちゃけてる方々がいっぱいおられました。久しぶりなんかね、あそうやなと思ってね、日常ってこんなんやったなと思い出しました。
先生、皆様おはようございます。夏さん、あ、ブルー綺麗。あ、新潟もちょっと行きますよ。でも本当に多分一泊やから、ですね、妙高ぐらいちゃうかなとは思うんですけど、新潟も4月ちょっと行きます。新潟市内と妙高というのが遠いことを知りませんでした。もう私のね、本当に、妙高と遠いんですね。新潟は思ってるよりも広い。よし、高知も思ってるより広かった。驚きました。ミーボーさん、スマホにどんどん顔が近づいていってますか。ね、こういうところのね、こう難しいですよね。どう書くんやろうねってね。今日はなるべく本当にこう初心者の人に分かりやすいように、おしゃべりをしてきたつもりですが、脱線が始まるとね、なんかまたわけわからん方向に行ってしまいますけど、よいしょ、よいしなんかギャーギャー言うとりますね。わからんけど、まあ知らんわ。で、まあ透明水彩って基本的には紙の白さを生かして描いていくのが、まあ、基本的に、まあ基本って言うていいんかな、まあ基本的にはだと思います。でも僕はもうなんかもうあかんかったら普通に白使いはったらという、わけのわからん、はい、ことを言ってます。まあ、売ってるわけですからね。もう売ってるんやからね。前田さん、曲の中では水の冷たさと輝きが大きいのですが、そういった身長的なものを絵で表そうとするとどういうふうに考えるんでしょうか。ちょっと、そうですね。難しいですね。まあ、入ってないからですね。入ってないので、ね、どう表せばいいんですかね。難しいですね。いや、いい質問やとは思いますけどね。あ、混合技法についてですが、天ぷら絵の具の上に油絵のせるときはどのくらいの時間置いた方がいいでしょうか。今トライ中ですが、この間1日くらい置いて、触れるくらいだったのでグレーズかけた。あ、そうね、2日ぐらいは最低開けるかな。要は油分入ってるからでしょ。油分の入ってる、みちみちさんの質問ですけど、油分入ってるから、まあもう丸2日3日ぐらいは開けた方がいいかなと。で、僕がやってるこう練り込み天ぷらみたいなのは結構すぐいけます。結構すぐ、ちょっとでも次の日ね、なんかこうやっぱ油分が結構多分入っているやつなんで、そんな甘くはないですよ。次の日は僕も何度かあります。必死でグレーズハッチングしてよしと思って、次の日かなんかに、グレーズをしたら、でそのグレーズも、当時はダンマル樹脂溶液というのとテレピンと完成油ポピー用リンシードかなんかやったかな、なんかを混ぜた混合液みたいなので、よしと思ってグレーズしたら、ヒューっと線が全部消えていきました。そんなもんですよ。だからまあ最低に、いや、もうちょっと開けれんやったら、もうちょっと本当に必死のパッチこいてやったこのあれに関しては、あ、絶対に失敗したくないと思ったら、もうしっかり間開けた方がいいかなというふうに思います。それは業界ではあるあるでございます。どんまいどんまい、みちみちさんどんまい、気にせずにまた進んでください。僕も多分10回はそれやってます。それで我慢というのを覚えました。まあ、それまではね、もっとせっかちだったんですね。今よりもせっかちだったんですね。でもなんかこうやったら、なんかアクリルでもいいんちゃうかみたいなちょっとところがあってですね。
アクリルでもまあね、ジェストかなんかでハッチングしても、でどっちかというと僕はなんか色の鮮やかさみたいなので、テンペラ絵の具を使うことが多くなっているというのが今実情です。細かい描写というよりは、昔は結構そのテンペラとかでも顔とかをハッチングするとかっていうのに使っていたりしたんですけども、まあどっちかというとなんかこうそうじゃない使い方をするようになってきているかなというのが、私は色がやっぱ鮮やかなんですね。どうしてもこう顔料に直に近い状態だからですね。すみません。そのくらい開けるのがいいんですね。乾燥が早いってことで甘く見てました。乾燥が早いっていう、本当にで、もうあれと同じように思ってたでしょ。アクリル絵の具とね、同じようにちょっと白も混ぜながら、あ、ちょっと岩の中の微妙な色はちょっと、もうこれは白かなんかを混ぜながら描いてもええのかなと思ってます。甘く見てたでしょ。そんなもんです。それでも油絵よりは早かったり、まあそのなんていうのか、ある程度テンペラだけやったらなんぼでも描いていけるじゃないですか。あのハッチングやったらね、厚塗りというのもできないですよ。あのおそらくそのテンペラね、わからないで、僕がやってるような練り込みテンペラというのはちょっと厚塗りできたりすると、でもすっごいつくの難しいと。よいしょ。ちょっとこうなんか岩のところにあるこうですね、質感みたいなのは普通に絵の具プラス水を多めにっていうより、少しこうなんか水の透明感に対して岩のこう不透明感、ゴツッとした感じみたいなの出そうかなと思って、白を少し入れながら描いていってます。トライエンドエラーで頑張りますと。ミョンコってほとんど長野に近いイメージがありますね。すみません、もう本当にね、もうなんか早いは早いんです。油絵よりは早いけど、それアクリルとかに比べたらそれは遅いと。なんかその辺っていうのがね、だから本当は油の上に、まあ、描ける、油絵の具の上に描ける、アクリルみたいなのがあれば理想的なのかもしれないですよね。とか喋りながらしちゃってると少しずつね、なんか密度が上がってきてますよね。でなるべく今日はちょっと細かく丁寧に描いていこうかなと思ってます。まあ理由はあんまないんですけど、いつもねザザザザザザとこういって、まあこんなんでええわと思われるのもちょっと尺なんで、よいしょよいしょということでやっていってます。ここの本当にこう水のこのね、水がこちらに入ってきているところなんて綺麗ですね。質問、油絵風景画ですが、建物の前に木が生え生い茂っている風景ですが、木々を先に描いて後ろの建物を描いていった方がいいんでしょうか。あの僕同時に描きますよ。後ろの建物描いて木々描いて、またこう建物描いて、また木々描いて、その隙間描いてとかっていう風に一つ一つ分けるという考え方はしないですね。で、大体こう、両方僕は同時に描いていっています。まあ、だから、ものがあるということは、まあ、これがあるということは、後ろに例えば手がある、あるから、今透けて、この、何ですか、こうプシュプシュが見えると。なかったら、後ろ黒いものが透けて見えたりとか、ね、この黒、緑のこれがなかった、後ろがあるから物があると。そういう考え持たないと、こう、後ろ書いて前書けばいいですかっていうふうに考えると、ね、あんまり良くないというか、大体失敗しますよね。言ってること分かりました。かまあ、一般的には後ろ書いて前書くんでしょうけど、そしてまた後ろ書いて、要はそこでもう後ろ書いたからもうできましたっていうのは違うんちゃうかなと思いますよ。分かりましたか今の話は。分かりましたか。よいしょ。でも本当なんかこう芋の会のフライヤーっていうか、あれ見たらね、
それっぽくなってましたね。皆さんね、皆さんのクオリティがそれぞれ上がってるから、うわ、それっぽく見えるなぁと思って、ちょっと感心しましたよ。褒める気はないですけどね。はい。感心しましたよ。ね、アイフライヤーなんかでもね、作ってその業者にこう、あれしてとかっていうのもね、誰かやられたんですかね。代表がやられたんですか？ねえ。僕も結構そのネット系のやつでやってるんですけど、めっちゃ早いしめっちゃ安いですもんね、今ね。本当にもうちょっと ね、いろんな印刷所が潰れてまいりますわっていうぐらい、こうレベルがネットでもね、パパって聞こえましたね。恐ろしいですね。やべ、来た。でパパって言った瞬間に来るってすごいですよね。キリネモさん、おはようございます。なんじゃい。食べていいよ。なんで確認に最近来るの？カッター気をつけて。気をつけ。うん。朝カサカサがやってくれてます。はい。開けて。やばい。2も来そうやね。お兄ちゃん映ってないで。よいしょ。よいしょ。大丈夫？はい。はい。ここ来たら。おーいって。おーい。ちえちゃんって。ゾウくんも来ました。優しいです。優しいです。もう本当お酒を最近持ってきようですよ。トークありがとう、ありがとう。はい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 。皆さん、じゃ、パパが飲みたかった、うん、これ食べて、ね。はい、邪魔してます。エクセルでいけるんですか？おいって言って、ちーちゃんがおいって言ってるよ。ちょっと。はい。おい。君たちもう、はい、もう、おり、はい、おり。パパ、仕事でけへん。でけへん。これ何？これ、棒。何棒？どこ？これ何やるの？これね、これ戦う。敵と戦うの。なんで？あ、なんか後ろあれ、何あれ。なんか来てる。あ、やばい。いけいけ。うさらはんだ。とけいけ。いけ。あっこせん。あっこせん。ごめんなさいね。中。あ、やばい、いけ、とけ。あっこせん。あっこせん。行かへん。ちょっとすみません。あっこします。はい、行こう。なんでパジャマなの、まだ。早く着替えよ。はい、行こう。じゃあ、バイバイって。バイバイって。バイバイって。バイバイ。バイバイ。よいしょ。はい。お世話になりました。見てるの？いやー、麦とホップを持ってこられました。パパと言って。さすがにね、今日も運転すると思うんで、飲めませんが、コーヒーを飲みたいと思います。疲れました。ありがとうございます。そうそうそう、相互関係をね。でけへん、いかへん。関西弁です。私も関西人です。面白いでしょ？ね、もう本当にもうね、彼らは自分がもうなんか、絵を描いているような仕事をしているような感覚になっているのかね、わからないですけどね。もうよう知らんすけど、ほったらかしにしときましょう。疲れた。聞こえましたもんね。パパって言った瞬間にガーッと上がってきましたもんね。それで飴食べていいっていう確認に来ましたもんね。そんなね、勝手に食べやって感じなんですけどね。関西人ですよ、私はね。はい、口が悪い関西人です。かわいいと。先生も優しい。優しくはないです。鬼と呼ばれてますか。優しくはないですよ。よいしょ。めてて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 、うんうんうん、ててててほんとね。こうでちょっと細かい石とかも書いてってます。ちょっと息が切れていることをお許しください。疲れた。疲れた。そうなんですよ。相互関係をやっぱ見ながら書いていかんといかんと思います。ね。トゥクトゥ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 。写真を出しておかんでいいかな。まあ写真をこう出すこともできますけどね。ちょっと下の方を書いていきましょう。もし質問あったらしてください。可愛いですか。
まあちょっとね、本当にこうライブ配信は僕はね楽しくやってるんですけどね、この間は妻が一人で下で見ているという状態なのでほんと元気ですよね、本当に元気。まあ昨日一日で鬼高評価を7本取ったんですけど、考えてみたら7本かける40分やから、あ、すみません、初心者向けに話一切してないですねこういうまあラウドっていうか丸筆みたいなね、これは本当700円ぐらいでインターネットで買ったやつ、セットでですね、8本か10本セットですね。昨日だから、7本取って今朝1本取ったから、40分かけ280分喋ってるというね、7コマ授業や、7時間授業やったような感じですよねそう考えたらまあでもそれがね2週間に1回やから、本当にこう楽しくやらせてもらっていて、もう助かってます、ありがとうございます。でなんかね、もう全然もうこれ見た方で鬼高評価出したいなとか出してみたいな、ほんと初心者の人がね伸びていくのっておもろいんですよ。まあ来たでっかい声聞こえたパピャーって聞こえましたね。皆さん可愛いでしょ、可愛いは可愛いですけどね、孫とかやったらいいんでしょうね。ほんと毎日は疲れますよ、まあ、特に妻がね、もう365日子育てって大変ですしね、金もかかるしね、本当にね。日本はどうなるんですか、また来るかもしれないですねごめんなさいねという感じでですね、今書いていってます。あの質問あったらしてください。あと細かい描写をずっとこう今2層目を重ねていって、下の絵の具を残しながら、あ、ちょっとこう描いていってる作業をしていってます。もし質問があればしてください。パレットなんかもちょっとまたお見せしますけど、ちょっと白なんかも僕使ったりしてます。こんなこう明るい石の上の微妙な表情とかは、もうなんか少し白なんかを混ぜて、グレートーンを作ってもいいかなと。まあそれはもう僕がもうなんかもうちょっと自由にでいいんちゃうかというタイプの人間ですので、お兄ちゃんだけやったらまだギリいけそうな気配があるんですけど、弟さんがね、またお酒持ってこられてもね、よいしょ。まあ今ちょっとこう水を多めに書いてますけど、少しこう水を少なめに書くということもできると思います。少しかすらすような感じとかで、本当にこう少しずつこう慣れてきたり上級者になってきたら、紙の種類ですね、いろんな種類試されたり、ザラついたような粗めと書いてあるようなものを使われても面白いと思いますし、以前は僕はこうさっきのある種の粗めなんかも使ったりもしてました。もうそれはそれでやっぱ面白いんですよ。で意外とこう細い細かめ細めとか極細とかっていうよりは、初めての方々みたいなのはどっちかというと中目とか真ん中ぐらいの方がいいんちゃうかなっていうのを鬼好評を見ながら、なんかこう、あ、もしかしてその水彩らしさみたいなのが出しやすいのでですね、質問です。アフターブートさん、ありがとうございます。120×80cm、 うわすごい依頼がありました。こんな大きな作品を初めてです。何からどのように手をつけたらいいでしょうか透明水彩です。まずですね、80×120cm の板なりパネルかなんかを用意してください。まあパネルで、アメリカだとどんな感じですか？日本だとベニヤ板っていうのがサブ6番って言って、要は、サブ6番やから、3×6 なんですけど、90×180 なんですよ。日本で売ってる、ベニヤのサイズの規格って。それは畳1畳、日本で言う畳1畳なんですけど、アメリカってどういうベニヤが売ってるんですか？わからないですけど、でそれをこう、まあ、パネル状かなんかにして、でそのサイズより一回り10センチ四方ずつ大きい、要は140センチかける100センチぐらいの大きな紙を用意して売ってんのかな、売ってんのかな、わからん。僕そんな大きいの書いたことないから、用意して、水張りという作業をします。
で水張りっていうのは、いい質問っていうかね、まあ、紙っていうのはこうこ構造をこう編み込まれたような状態でこうなってて、それで水が入っているのが水がなくなって乾いたらグッとなるでしょ、グッと。でそれにまた、紙に水をびちゃびちゃに浸すと、このグッとなってるのがワッとなるわけですよ、広がるわけですよね。で水を広げた状態、多分インターネットとか水張りの仕方とか多分あれで何ですか、YouTube で探せばあると思いますので、グッとなってるのがバッとなった状態でバッとして、そのパネルに貼る、それがまず第一です。それで紙を用意してするということが大事です。でその次は何を書くかですけど、何書きましょうか。グッと双葉さんの今日の良かったですもんね。ねえ、双葉ウッドさんの良かったですもんね。ちょっとこれでしょ、すみません、一番最後に出てきますんで、お肉を評価で、これめちゃくちゃ良かったですよ、もう本当に。でなんかこう何その頼まれたってことは何か書いてほしいと言われたんですか。でなんかこの感じやったら、なんかこうお花とかがわーっといろんな花が咲き誇っているようなところでもええかもしれませんし、書けると思います。お肉ように不安やったらプランニングエスキスを出されてもいいですよ、出してお待ちしてますね。ね、なんかいや、でそれで何を書くかっていうのを考えて、ですね、いいですね、日本サイズで言うと 120×80 やから55ぐらいかなっていう感じかな。楽勝楽勝僕も透明水彩で55なんか書いたことないからね、どないしたらいいかわからないですけどね。よいしょ、よいしょ、今ので分かりました、下準備が多分相当大変だと思います。よいしょ、売ってるのかな、誰かこう やられた方よかったら、あ、ワインを書いてくれてるんですか。ワインを書いてくれっていうことなんですか。ワインの瓶ですか、それともなんかあれですか、ワインがいろいろあるような状態なんですか、どういう状態を頼まれてるんですかね、ちょっとわからないですけど。ワインなんかこう酒場のなんか雰囲気みたいな、マネのああいう作品とかみたいな雰囲気ですか。なんか普通に考えたら多分そういうこうなんかワインっていうか酒場のこういうのがいいのかな。でかい家やからワイン一本書いてもしゃあないですもんね。まあね、一番ね有名な作品はこれですよね。よいしょ、なんかネットが遅いなネットが遅いな、あれごめんなさいね。このフォリベルージュのバー、誰かのこうネットを勝手に見てますが、っていうのが一番有名なんちゃうかな。なんかこういうこうなんか酒場的な感じなんかな。P55 相当すごい依頼ね、いいじゃないですか、やってやって。そういう感じかな。どんな感じになるんかな。それともブドウ畑を描きますか。ブドウ畑もいいですよ。ブドウ畑もねなんか楽しいですよ。いやすごいいい依頼だなと思いますので、悩んだら、いやいいですね。それぐらいやっぱり力をつけてきて、その認められてきているという、ただ恐怖にガタガタ震えてますか。55相当だそうですよ。よいしょ、まあ難しかったらねお断りしたらいいと思いますしね。大体の僕も仕事はやるようにしているんですけど、この間もう3ヶ月ぐらいどうしたいかなって悩んでて、結局できなかった仕事だって断ったんですけどね、ごめんなさいって。もうどんなに考えてもなかなか、考えてもっていうか、やっぱりいろいろこういろんなとこを考えてみて資料集めて回ってたんですけど、ちょっと自分の中でやっぱ難しいかな思って、珍しくそういうことで断ってしまって本当申し訳ございませんでしたって感じなんですけど、できんもはできないですからね、そこのところはダラダラ待たせててもしゃあないかなと思って、3ヶ月ぐらい経って、いやすいませんでしたって謝りました。
よいしょ。でも素敵ですね。なんかこういうこうところから派生してですね。いや、今日のすみません、今日の絵はかなり出るの、また、1週間後やと思いますけども、非常に良かったですよ。あんま言うことなくてごめんなさいね。うん、よいしょ。大きい紙はかなり、水に浸さないとダメみたいですと書いてあります。その水張りですが、20号でも描いているうちに反り曲がってしまうのがどうすればいいと思います。そうですか。もうジャバジャバに連動やらんといかんってこっちゃね。屋外かなんかでもうホースかなんかでジャバーとかけるんですか。こう本当水彩画を、結構やられてる方、もしよかったら教えてください。僕もやったことないから。この中やったら誰かいるのかな。例えばね、なんか公募展、団体展とか、あの日展とかに水彩を出したことあるとかいう人とか、なんかこうコツなんかがあったら教えてあげてくれたら嬉しいかななんて思いますけど、私はちょっと、全然やったことないので、変なこと言えんなと思ってますけども、すごいですね。なんか本当にこう、なんか水がこう、なんかこうなってるかな、こうなってるかなぐらいのことはちょっと考えながら書いてますよ。おしゃべりしてるんですけどね。誰かその、ね、すごいですね。うん、じゃ、うん、50号か。お、あけみんさん、昔水張りしたことあります。シャワーとか浴槽とかで、3分つけて1分置いて何セットもやらないと、おー、すごいです。みちみちさん、サンキューベリーマッチ。風呂場でか。そうか。そうか。まあ、どれが正解かわからんすけど、そうか、風呂場でシャワーで、じゃーっとやって、また置いて、でもそれでもなかなかこう、完全に中まで水が浸透してないから、またやってってことね。うわー、すげえな、大変やね。僕はなんか多分透明水彩の依頼が来たらアクリルでいいっすかって言いそうやな。書けへんから。ちょっとこうなんか濃すぎたなとか思ったら、こう水をつけた筆でゴシゴシ拭き取ったりとかしてみてください。それでティッシュでパンとすると。そしたら取れますのでね。こういうところも少しゴシ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 トントンね、拭き取ったりしてください。よいしょ。ちょっとこう時間がだいぶ経ってきたような気がするので、上の方をだーっとこう書きながら、声がちょっと枯れてきた具合によってね、時間が経ってきたんちゃうかという。今日多いですね。140何分経ってる。1時間11分。あちゃ、最悪。こういうところもちょっと拭き取ってあげたりとか、ちょっとね、してあげたり。ちょっとこう、濃いめに置いてる絵の具っていうのは意外と拭き取りやすいです。濃いめに置いてる絵の具とかっていうのは、やっぱり濃厚な絵の具というのは、拭き取りやすかったりしますので、思い切っていかれていって、ですね。でもそういいですね。こう本当にやられたことある人とかが、こういう失敗談とか成功談とか、人から聞いた情報とかをこうやってコミュニケーションの中で、いろんな人とこう情報を共有でき合うっていうのは、本当すごいいいことやな。ごめん、見えてなかったね。ごめんなさい、見えてなかったね。いいことやなと思います。なかなか今までね、そういうことなかったと思いますし。これから始めるとかっていう人も、こういうね、大きいのを書こうと思った時にここに情報が集まっていたりすることもね、実際にやられてみた方の情報が一番こう本当はありがたいんですよね。みちみちさんはやられたことあるのかな。みちみちさんもね、そうちょっとそういう専門的な大学に行かれていて、でもまあわからんね。やってへんっぽいな。よいしょ。よいしょ、うん、すごいいいことやなと思いますよ。お、皆さんありがとうございます。杉本さんもライブ今気づきました。大きいサイズの場合はベニヤでパネル作ってもらい、工房店に出し、そのパネルを使い回してます。あ、杉本さんありがとうございます。工房店も出されてるんですね、そうやってね。
こう本当にこう貴重な情報が集まってまいりますよね。作ってくれたりもするところなんかあるのかな。まあ、なんか木工用ボンドとかで、くっつけたりとか、なんかこう、ガンタッカーみたいなね、売って、ウッドパテとかでやってとかするのかな。僕はもう基本的には大体こう、もう作ってあるパネルを使っているので、なかなかこう参考になる情報というのは、なかなかその辺のパネルの作り方とかはない、言えないんですけど、やっぱそこのところとかで、僕なんかはやっぱり、こうね、世に出てって帰ってこないということも多々あるので、そういうところで何か起こったりしたら嫌やから僕は業者に基本的には頼んでいるものを多く使ったりするんですよね。がその辺っていうのはですね、うん、自分で作られてもいいですけど、なんか頼めるところがあったら頼んでもいいかなと思ったりするし、まあわかんないですね。作れるような人が身近にいたら作られてもいいかもしれませんし、っていう感じかな。ヒーヒー言いながらやってみました。あ、やったことあるですね。しっかりやると全然違いました。あ、パネルに貼るのが大変でしたって。あ、みちみさんもやられたことあるんや。すげえ。皆さんすげえ。面白い。めっちゃ面白い。情報がこうやって集まってきてね。すみません、見えてないかな。斜めからのねアングルとこう全体を見ながらパレットを見せるのと両方でお見せしていってます。よいしょ。で最後の方はちょっと細かく書いていくんですけど、まああまりこう変化量の少ないこう感じになっていくと思いますので、よかったらねもう最後質問なんかしていただければと思います。なんとかね90分ぐらいだいたいいつも終わろうかなって思いながら、していってのがライブ配信でございます。面白いですね。すごいね。なんかそんな55サイズのこう依頼が来るようなね。アメリカとかはそういう多分5サイズとかないんちゃうかなと思うんですけどね。先ほどのあれなんか見ても、アルシなんてフランスの紙ですけどね、何インチかけ何インチっていう、感じですね。ちょっと最後は、より細い細かい筆で描いていくために一回パレットをまた掃除して、描いていこうと思います。よし。僕がやったのは A2 サイズなんで、わー、 A2 サイズやから A2 もでかいですよね。 A2 サイズやからってことなんですけど、 A2 サイズも十分でかいんちゃうかなと思います。僕も多分水彩画で一番でかいのって何号かな8号ぐらいちゃうか10号とかねえ、せやったら油絵描こうかな思ってまうところあるので、よいしょ。あ、我が家の恐竜たちがギャー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 言い出して妻が疲れ出す前に終わりたいとこでございます。優しいですよね、ほんとね。よいしょ。よいしょ。絵描き猫さんもこんにちはと。大きなハケで何度もお水 を中心から伸ばして、髪がしなっとしたらシナベニアに貼りますと、稲葉さん、多分やってるかなと思って、僕、稲葉さんに声かけようかなと思ったんですけど、ありがとうございます。多分稲葉さんならやってたんちゃうかなという気がしていました。中心からザーッと伸ばしながらっていうことなんですね。なんかこうやっぱりこう油絵やったらキャンバスを貼るとかね、水彩やったら水張りをするとか、そういうこう作業みたいなのがやっぱ大きい作品になってくるとやっぱ必要になってくるんですね。なんか本当に今日は勉強になりますね。まあだからなんていうのかな、まあちょっと初心者向けにとか言うて全然そんな話途中からしなくなってしまったけど、やっぱりこう
初めはこういうなんか、先ほどみたいなブロック式みたいなの僕は使われた方がなんかいいかなっていう感じがしてるのは、その紙がベコベコにならないからあんまりね、多少はなるけどもまあまあ水をあれしてもベコベコならないから、私はなんかブロック式とかからスタートされていった方が一般の人とかはやりやすいんちゃうかなっていうのが、っていうかあんまりねこう失敗体験よりも成功体験をしていった方が、なんか怪しい情報商材みたいですけど。面白いね、なんかね面白かったね。よいしょ。まあ、ここの水のところなんてどう書いたらいいですか、誰か教えてくれませんか。ざわーっとしてんの、やっぱあの不透明の白とか使いますか、どうしましょうか、誰か教えてください。よいしょ。こんにちはと。あー、 A2 はどれくらいの大きさですか、何センチメートル。 A2 サイズ、A2 サイズはね、A2 サイズ寸法。60センチ×40センチぐらい。60センチ×40センチぐらいですね。だそうですよ。こういう時、さっとね、インターネットで調べられるという、こう、本当にこう、なんかね、便利なものを、ひろゆきさんもこんな感じで、だいたい調べてるそうですもんね。頭の中に入ってる情報だけで喋ってたらね、なかなか大変ですけど、パッと今調べれる時代がやってきました。便利な時代がやってきましたね。ちょっと紫っぽいのも、ちょっと赤みがかってる感じみたいなのがなんか欲しくなってきましたね。なんかね、もう少しね、どこにどう使うかはちょっと分かりませんが、なんかこう重ねながらそういったこう色みたいなのが出てきてもいいのかななんて思いながら、青の上にこうちょっと赤みがかったようなものも少しこう感じさせる部分を少しあってもいいのかなと思うようになってきました。なんかやりましたね。なんかやりましたね。はい。弟の方がなんかチャレンジャーなんですよね。チャレンジャーやから怖いんですよね。何かしでかすと。ねえ。何ですかね、あのチャレンジャー感みたいな。お兄ちゃんの方がどっちかちょっとなんか、怖がりで、面白いですね。人間の性格が少しずつこう出てきますよね。弟はもうなんかめちゃくちゃチャレンジャーですよ。質問あれば、乾くとピンと伸びますと。水張りの時は裏から、水をスプレーして髪いっぱい伸ばして、うわー、ありがとうございます。ボンの羊さんもおはようございます。不透明の白を少し少々細い筆で、ありがとうございます。もう稲葉さんの言う通りやります。ここね。ありがとうございます。もう皆さんの言われるがまま書いてみようと思いますが、今のところまだもうちょっと周りのところを何とかしていきながら進めていってます。我が家はもうぼちぼち限界かな、ギャーギャー言い出してますね。もう一回お兄ちゃん呼びますか。よいしょ。よいしょ。楽しかった。まあ、不透明の白とかも入れながら書いていきます。なんか質問があれば最後していただければと思います。この辺ももう少しこう、書いてるか書いてへんかわからん程度のグレートーンを、ここもちょっと水のところも少しですね。よいしょ。まあ、これはチャイニーズホワイトという透明水彩のセットとかにも入っているような白を使いながら描いていってます。
なんかあとリクエストあればお待ちしてます。まあ、動画もなんかのんびり作っていて、今週は出せませんでしたが、のんびり作ってはいっていますが、こういうのやってほしいとか、ああいうのやってほしいとか、過去にやった、こういうのをもう一回やってほしいとか、何でも結構でございますよ。なんか、ね、あればですね。言うてくれたら、まあ、ライブ配信以外とかでももしかして作るかもしれないし、作らないかもしれないので、皆様からのリクエストをどんどんお待ちしております。アーカイブで見られてる方もぜひぜひお待ちしております。まあ、大体こうなんとなくこう土曜日の午前中っていうのが軸に、ライブ配信をすることが多いので、もうベルマークみたいなやつを押しておいて、すべての通知をオンとかにしておいたら、なんか始まったら、ライブ配信が始まったら、通知が行くのではないかと思ったりします。ね。通知がオンみたいなしておいたらですね。よいしょ。でもまあ他の時とかも突然始めることもありますしね。よいしょ。ギャー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 言うとんの手前の岩の方も少し描きながら、先生皆さんありがとうございました。質問です。水彩紙は湿気が入ると風邪をひくというそうですが、水張りしても普通に描けるんですか。俺僕ねそこわからないですよね。誰かがこれこう結構コメントくれてましたよね。この質問に誰か答えてあげてください。この風邪をひくということを経験したことがないし、もしそうなったらなんか僕はなんか、ああもうアクリルでやろうとか思ったりするんで、ちょっとこの質問は誰か答えて、前も多分ね、似たような質問来てた記憶があるんですよね。だから誰かこう、多分これに関しては絶対誰かが YouTube とかで、解説してたり、ネットとかしてると思うんですよね。だから僕ほんとごめんなさい。風邪ひくっていう、絵に関して風邪ひいたことはないです。人生においてはいつも風邪をひいてます。何のこっちゃわかりませんが。誰かよかったら教えてあげてください。ごめんなさいね、質問せえとか言うといてね。そ前もこれね答えれんかったんですよねって言いましたもんね、確かね。なんかね、だから誰か答えてくれる優しい人が絶対いると思いますよ。質問、最近アクリル絵の具買ったら油絵の具より柔らかく使いやすいです。50号で工房店にアクリル絵の具で描くのは油絵の具より見劣りしますか。工房アクリル絵の具は少ないみたいです。いやそんなことはないと思いますよ。サッチンさん、意外と僕一回昔こうなんか大学の卒業制作みたいなのをざーっと調べてみたりしたことあったんですけど、意外となんか油絵家とかデザイン家で日本画でも意外とね下地にアクリルで使ってるのはあるんですよ。あ結構もうなんか僕らの時代とは違うなっていう感じがして、なんかそんな風になってたんで、意外と下地でアクリルとか使ってたりするやつ多いですし、僕何度か言ったことあるんですけど、東京芸大入った時はアクリルだけで合格しました。油絵家ですけどね。で、うまくやれば油絵っぽく、それも多分、YouTube のライブ配信で、二十何年前の話やけども、東京芸大に入った、受かった時のお話みたいなのが、多分今から一年ぐらい前かな、にあげてます。なんかこう、そういう風にこう、アクリル絵の具やけども、油絵っぽくこう見せる方向みたいなのをちょっとこう、使ったりされたりすれば、十分こうできると思いますよ。そんなにこう、アクリルだけやったら厳しいですかなんてことは思わなくてもいいと思いますので、で、なんか、ミクストメディアにしたらいいんじゃないですか。使ってる画材、まあ、アクリルだけかもしれんけど、そこに下書きに鉛筆とか使ってたら、それでもすでにミックスドされたメディアなんで、ミクストメディアって書いたりすると、わぁ、なんやろなみたいな感じにしたりすれば、ええやないかなっていうふうに思ったりします。今の話で分かりました？確かね、そういうのあげてます。だいぶ書いてきたぞ。若干お疲れになってまいりました。よいしょ、まあこういう感じでまた、ライブ配信などもしていこうと思います。また皆さんね、よかったらコメントなど、ください。一旦風邪をひくと水張りをしてもピンと張る力が弱まります。経験しました。だそうですよ。水張りした時は夏伊藤さんは水が均等になっているので色のにじみも綺麗ですが、風邪をひくとそこのところに
神に、要は二皮、動作みたいなっていう二皮でしょ、確かね。だからそれがなんかこう完全に乾いてる状態、どういうことだよな。そこのところが、だからそこのところは水がうまいことこう入っていかないようななんか感じになるっていうことなのかな。それってなんか絶対絵の具会社とかなんか出してくれてそうな気がするけどね。なんかね、いろいろすごいですね今日なんかね。動作液でサイジング、サイジングっていうのは本当にニカワサイズってニカワなんですよ。ニカワっていう意味なんですけど、サイジングっていうのはそういうことなんですよね。よいしょ、勉強になりますね。なんか今日はすごい、もう技法についてのいいんですよ、もう皆さんね、わからんかったらわからんでいいんですよ。そんなね、気になさらないでくださいという感じで、1時間半ぐらい経ったのかななんて思いながらやってまいりました。ちょっとね、最後こうなんかリクエストというかあれがあったので、白でバカでかい白買ってやりました。バカでかい白がこれですね。ピョンと出して、ピョンと出して、まあジェッソとかアクリルでもええかななんて思いますけどね。最後にジョンとビヨンと、まあ、筆先の絵の具みたいなのをちょっと取っておいて、ピョンとつけて、ピョンとつけて、見えてまっか、ね、ザザ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 かすらすようにね、ピャ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 ずるずる、まあ、こんなんも今までもやってきました。もうね、海の描き方みたいなのとかもせっこい方法かもしれませんけどね。せっこい方法を使いやがってこのおっさんめって、いいんですよね、何でもいいんですよ。バババババ、なんかね、せっこい方法を使いやがって、ちゃ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 、ブク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 、ちょっとこうね、こんもり持ってあるような感じがほんの少しだけするような感じで今描いていってます。よいしょ、まあ何度も言いますけど1時間半で描いてますからね、今日もね、あのクレーム等は受けません。はい、1時間半ぐらいで、まあ、もうちょっともちろん、後々に描いたりするんですけどね、こうでそれで展覧会とか出すんですけど、あとこう、あの四国の絵もちょっともう欲しいとかいう方がいたりして、ごめんなさい全然加筆できてないですけど、今日明日中になんとかできそうな時間見つけてやろうかなと思いつつ、いろいろなんか仕事が案外溜まっているという状態なんで、あの早いうちできそうならやりますので、やったらまたホームページの方見てもらえたらなというふうに思ったりしてます。ということで、わー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 言うてますが、水彩紙保存袋なんて売ってるの、僕多分書くの早いからあんまそんななんか長々とほったらかしにせえんから、あんまそういうこと起こらへんのか、鈍感やから気づいていないんか、怒ったら怒ったでなんか適当に対応しているのか、自分でもよくわからないですけど、そういうことが起こったことがあまりないというようなのが私のあの体験談というかですね、でございます。鈍感なんでしょうね。よいしょ、ニオド川のニオドブルーというのを描いてみたという動画で、ちょっと最後不透明とかも入れながら描いていったということでございました。よいしょ、へー、今何分、もうだいぶ経ってしまった、もうちょっとやっていい、ごめんなさい、よいしょ、何分経った、あ、1時間半でやっぱちょうどよね、ちょっともうちょっと上の方までこう書いて、すみません、もうなんとかね、マスキングを外した時テレビやスマホの向こうからおおという声が出るような感じぐらいまではなんとか持っていけたらなというふうに思いながら、なんとか最後あとほんの少しだけやらせてください。今日なんかこう紙のに対するこうことであるとかね、皆さんからのコメントやチャットによってすごくこういいい放送になったんちゃうかなというふうに思います。素晴らしいこうね、質問とかもあって。
で遠慮なくこうそういうのも、ぜひライブ配信とか参加されて質問してください。今日何人かね初めての方とかもいて、なんか嬉しいですよ、おっちゃんね。またいつかどっかで会えるかもしれないし、ね、一生会えないかもしれませんしね、何でもいいんですけども。来て聞こえますね。お兄ちゃん呼ばんときます、もう疲れたからお兄ちゃん呼びません。よいしょよいしょよいしょ。ということで、と、おー、最後ちょっとマスキングを外し、サインは一応入れときます。いつも忘れること多し、後で画廊から電話かかってくること多し。よいしょ、ありがとうございました。ピピ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 ピ、もう多分すごくこう初歩的な透明水彩の使い方、特に前半の方というのは水の量なんていうのも分かりやすく、できたかなというふうに思いますので、また改めて皆さんアーカイブとかで見たりとかですね、アーカイブで見て、る方とか、また分からないこととかあったら質問とかしていただければというふうに思います。という感じで、以上で、ございます。いかがだったでしょうか。こんな感じで、ございました。最後ちょっとだけアップにして終わりたいと思います。映像を構成へ、カメラ制御、ズーム、だん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 、ちょっと待ってね、だん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 、面白いですよね。全然全然ダン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 、こっちの方に寄せといてかな。全然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 という感じでございました。まあ透明水彩のなんかねらしさみたいなものもよく出ている作品だったかなというふうに思います。ありがとうございました。楽しかったです。また皆さん勉強してみてください。またお会いしましょう。さよなら。終了。